山形つゆは、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将勢4位、高4級、訓位等局実大受賞。山口県岩国市出身。1907年7月10日、陸軍幼年学校を卒業。1911年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少尉任官。 1926年、昭和の即位の礼に、天皇陛下御馬車の具部員として任を務める。1933年8月1日、陸軍中佐に承認、朝香宮殿下の御府部官となる。1937年8月、陸軍大佐に昇進。同年10月、第八国境守備隊、第三地区隊長に就任。 1938年ハイラル連隊へ転勤。1939年3月、ハイラルより、シナ派県軍不評第11連隊長に転じ、日中戦争に出征。1940年8月、陸軍少将に進級し、台湾のキールに要塞司令官となる。1941年6月、独立混成第21両団長に就任し、 太平洋戦争を迎え、昭和17年グアム島の守備の任につき、ついでラバウルに急破され、東部ニューギニアのブナ作戦に参加。1943年7月、中部軍付となり、ルス第53師団兵務部長。1944年7月、陸軍中将に進み、同月、第26師団長に親保され、フィリピンのマニラに赴任。 1944年レーテ決戦のためレーテ島、オルモック湾に到着するも、関西機の来襲により、揚陸直前で士団の主力装備のほとんどが、海没する不運に見舞われた。アメリカ軍との戦いに苦戦する中で、1945年1月20日、バレンシア飛行場を占領するも、同地区で猛砲爆撃を被り、本堂を突破の際に、多数の死傷者が出て、士団長も、 重傷を負う。1月23日、バレンシア付近から、カンギポット山北方にあるシラドに向け出発。2月15日、行動2号から北西岸に向かう。途中の大出現で攻撃を受け、師団長及び残存師団の大半が戦死。ありがとうございます。